はい、コナンです。先日ですね、スーパーマリオブラザーズ35周年ダイレクトにて、任天堂スイッチ用ソフトスーパーマリオ 3D コレクションがね、9月18日に発売されると発表がありました。今日はですね、まあそれにね収録されるスーパーマリオ64、そしてスーパーマリオサンシャイン、スーパーマリオギャラクシー、この3部作をね遊んでいきたいなと思います。まずは任天堂64のね、まあ、1996年のスーパーマリオ64、こちらをね遊んでいきます。まあこのね 3D マリオの流れはですね、まあその後の任天堂スイッチのねスーパーマリオオデッセイにねつながっていくということで、結構ねどんな感じでこう進化していったかとかね、そういうのも見てるだけでもね非常にね面白いです。さあ任天堂64、もう今から20年以上前の任天堂のね家庭用ゲーム機になりますけども、もう知っている人が少ないかな。スーパーファミコンの次に来たねハードになります。でなんで64っていうかというとね、まあ64ビットのね、まあ、CPU、 まあ CPU っていうのはね、あのコンピューターの頭脳みたいなものなんだけど、まあそれをね家庭用ゲーム機で、まあ、初めて搭載したということで、まあ、それが売りなんだけど、今までのねこのマリオシリーズとはね全然違います。今までのマリオは、まあ、スーパーマリオは2次元、まあ、平面のね横スクロール型のね、まあ、アクションゲームだったんだけど、この、あのスーパーマリオ64からですねこの 3D 表示になりました。これがねできるようになったんだよね、まあ、それだけこの任天堂64のね性能が高かったっていうのはね、この 3D 処理のねこのポリゴンっていうんだけどの性能がね非常に高いと。この絵に入っていきましょうか。だから表現が、まあ、今のゲーム機から比べるとちょっと荒削りなんだけど、まあ、マリオオデッセイのさ流れを組んでるよね、まあ、それの元となるというかね。だからなんだろう、目的あるんだけど、まあ結構自由度が高いというか、だからこの 3D のねマップで自由に動く回ることができると。でこの星を集めたりね、あのまあ星というかねコインを集めたりねしてクリアしていくわけなんだけど、だからそのあたりね、この後につながるスーパーマリオサンシャインとかねギャラクシーにつながるね基本となるゲームというかね。ただまだねやっぱり20年以上前のソフトだけあって、こうやって改めて見るとさグラフィックがちょっとのっぺりしてるよね。だからポリゴンのさ処理できる数が少ないので、この岩のさ質感とかちょっとのっぺり感がある。その面の数が少ない。おこれはなんかおなじみのあれだよね、いろんなマリオカートとかね、いろんなところで出てきます、おなじみのキャラで。結構音楽とかもね凝ってるよね。ちょっと僕ねこの64ほぼほぼ初めてのプレイなんでちょっとねよくわかりません。とりあえず進んでいくわ。この弾は当たらないように、この坂道がね結構登りづらいぞ。さあ次はですねゲームキューブの2002年のスーパーマリオサンシャイン、こちら遊んでいきたいなと思います。さあ懐かしい、ゲームキューブ自体がですね実はあんまり売れてない、まあ64も売れてなかったんだけど、結構だから任天堂としては冬の時代だよねこの辺りのゲームは。で先ほどの64に比べるとね、このグラフィックがもう全然違うよね。だからゲームキューブあたりから結構最近のゲームに近い感じになってきてる。まあただね、でもまだね画面はねあのハイビジョンの16対9じゃないので、このスクエアタイプで飛行機で降り立って、なんかこの絵の具みたいなのでなんかね島が悪者にやられているという、まあだからマリオにそっくりな偽マリオがねなんかいたずらしてる、まあ、それをね、まあ、犯人を突き止めて
ていうストーリーです。で、基本的な流れは一緒で、まあ、星をね、まあ、スターを集めていくという。だからマップはね 3D でね非常に自由度が高い。で、この水辺のね表現が非常に特徴的。結構もう当時もうこの水の表現がすげえなっていうね。だからゲームキューブになると今までではねこういう水の表現、光の感じとかできなかったんですよ。それがねできるようになったっていうね。なんかこの辺りはもうマリオオデッセイに近い感じはあるよね。これ木が登れたりとかね、このマリオの動き。このポールも登れるんじゃないの？でもやっぱりね、今のゲームマリオオデッセイとかに比べるとやっぱり相当時代を感じるね。だけど、まあ、マリオの基本はできてたよね。登るとなんかあるのかな。で、まあゲームシステムとしてはですね、なんか水を使ったねポンプアクションが結構ね特徴的。でその代わりに今までのこのパンチとかねキックとかいう攻撃が、まあ、なくなったんだよね。こっから落ちても別に死なないんだ。どこに行けばいいんだ。 2D のマリオと違って何したらいいかよくわかんねえっていうクリアとか ないのかな。このポンプアクションが特徴的で、これでなんか絵の具をさ消したり敵を倒したりできると。ただ使いすぎるとなくなっちゃうんで、そうしたらねここで入れると。だから水の表現がすごくよくできてるよね。さあこの絵の具の怪物、ポンプの水でこの絵の具が消せるんで、これで攻撃できるってことか。お、攻撃できるね。とりあえずまんまやると水なくなっちゃうんだけど、おっと出てきたパックンフラワーの絵の具みたいな。だからこの絵の具の表現とかさすごいよね。だから任天堂はねこういうのうまいんだよね。だからまあライバル機としてはまあプレイステーションとかあったんだけど、本体の性能はねゲームキューブ大したことは、まあ大したことがないっていうと怒られるんだけど、けどその限られた性能をねうまく使って表現してるよね。倒しました。お、スターが出てきた。とりあえずこれでこの島はクリアか。まんまなんかマリオオデッセイチックだなやっぱりな。さあシャイン、次はですねスーパーマリオギャラクシー2007年、任天堂 Wii ですね。 WiiU ではありません、 Wii です。 Wii は爆発的に売れたからね。この辺りになるともう画面もすっごい綺麗だよね。もう今のマリオオデッセイと遜色ないと言ってもいいぐらい。でも Wii でもさ今からもう10年以上前の機械だからね。このマリオギャラクシーはですね一応この 3D マリオの流れを組んでるんだけど、ちょっと違うかな。今までのあのスーパーマリオ64とかね、スーパーマリオサンシャインとかとはちょっと違う感じ。まあ、コントローラーがですね、まあ、Wii リモコンと、まあ、ヌンチャクということで、ちょっとね操作もね癖がある今まではそのプロコンがさ、プロコン、あの任天堂 Wii のゲームねプロコン使えるゲームとかあるんだけど、このマリオはプロコン使えないんだよね。であの振るっていうアクションがあって、コントローラーをね、まあ、振るとスピンするっていうね、まあ、この辺りのねアクションもスーパーマリオオデッセイにね引き継がれている。舞台はですね宇宙です。まあ宇宙を舞台にしたのはまあ前にもあったんだけど、本格的なこの
宇宙を舞台にしたマリオは、まあ、初めてなんじゃないかなと思います。さあ Help me! ピーチ姫をね、助けに行きます。宇宙人か、敵は宇宙人か、でこのねスーパーマリオギャラクシーはね結構爆発的に売れて、まあ、Wii が売れたからね、でいろんなねゲームの賞を受賞しています。ゲームオブザイヤーとかね、日本ゲーム大賞、イギリスでもですねアカデミー賞を、ね、ゲーム 部門で受賞していると。だからまあ名作だよね。で今回だからその 3D マリオの名作がさ3本任天堂スイッチでプレイできるっていうのはいいよね。あのスーパーマリオサンシャインとかさ今回初めてだよね、あの他のゲーム機でプレイできるようになったのは、なのでまだプレイしたことない人はね結構おすすめです。おっとこの星はなんだ、うさぎさんが来たぞ。まあコイン集めなんだけど、このなんか重力がね不思議な感じ、だから重力がテーマというかね、だから Wii になると本体の性能も上がってきてるんでこういう処理ができるようになるんだよね。だからこの物理計算というかね重力が、さあこの星をね集めていきます。ウサギさんはどこ行った、